皆さんこんにちは、こんばんは。オナールチャンネルのマサです。ゆうやです。オナオナテニスで点を取られるたびに食パン食う対決。前回はノックでやりましたね、おにぎりのやつ、あれのテニスバージョンです。いや地獄ですね。俺サーブだけっぽいけど、うん、間打てない。なるほど、いい勝負になる、ね、いい勝負になりそうですね、うん、で今回のルールは、はい、まあシングルスのルールで、はい、点数は普通に1点みたいな。おお、ね、うるさいなしづらいな、すごい。1点入るごとにパンを1枚食べる。まあ、ただ前回すごい片方だけ食べてる状態が続いたんで、両方に1点ずつ入ったら食べる。だからつまり1人だけ3点取られて0でもまだ食べ始める。だから3対1になったらようやく食べ始める。3枚で1枚。なんで急に黙ったなんで急に黙ったので、サーブはあのカメラ側の方の人がずっと打ち続ける。オッケーオッケー。で、食パンを食うたびに交代していく感じでやりたいと思います。もう動画の構成をしっかり考えられたルールが。はい、ではね、早速やっていこうと思います。はい、僕からでいいですか。よし、早いんだよ。やりきた。スパンです。スだよ。なんか押してんじゃん。運がそうでもねえよ。飲み物が欲しいな。シンバタイム。飲み物買ってきます。はい、さあ何枚ぐらい食えるんだろうね、食パンって。だってゆうや、お米さそのまま食ってたっしょ。あ、食ってた。でも俺も全然できない派。あ、でももう一回ほんとね、カップラーメン毎日食う生活まで人間落ちてると何でもできるでしょ。正直オッケー、行きましょう。行きましょう。よっしゃ、来いよ。やばいよ。入った、入った。よし、入ったかどうか見るのめっちゃ見ちゃったよ。俺ら下手だからすぐこっちのシーンにね切り替わって全然何にならない。俺一気にはさすがに食えるじゃんか。食ったことないからな、うん、僕も。ほぼ買ってきた理由マジで分かんなかった。本当にどんぐらい食えるの。よし、よっしゃ、いいよな。早いんだよな、こっち来るの。ただいま。1対5ぐらいの割合気がするんだけど、ほんと。あ、もう1袋目がなくなりました。はい、どうぞ、座っちゃう。これは安全策したから。うおー、うわー、さあ、やばい。アウト。あー、マジか、やばい。よし、初めて1点取られた。よし、やったのに。ならないよ。
10枚よ。あ、やべやべ、はい、どうぞ。 おかしい。これは、はい、君の分じゃない。そうだね。銃は地獄すぎる。まだまだ行くよ、もうほら。まだあと2枚目です。2枚目でしょ。ユーラに合わせてます。合わせてる。そしたら配分ミスって早い早いよ、早いよ。そうさ、俺6倍ぐらい釣ってる気がする。2枚目ラスト。やっとですか。3枚目ラストよっ。お腹の出はまだいける。4枚目ラスト。おっ、だいぶ腹が出てますよ。元からです。この時期は毎年太ってるから。去年も太ってたから、なんだけど夏にかけて痩せてきたんですよ。5枚目。おいラスト。やばくないですよ。なんで俺食パン5枚食ってる。あれ思い出すな、野球盤。わりかしこういう企画の時でいつも頭のこの辺にいるもん。6枚目ラスト。いいペース、いいペースよ。こういうことやると逆にマスクって言われるから、これはしょうがなくね。そうです。1枚目。おっ、お腹いっぱいだわ。もう黙れ。これがもうだ、食えよ。終わりが見えてきた。9個目。すごいすごい、よく食ったよ、ギブアップせずに。ここでギブアップ、ここでギブアップしたら面白くない。すが、ギブアップ。おー、面白い面白い。嘘だよ。ここまで来ました。10枚目ラストです。世界初、テニスの試合中にパン10枚以上食った男、ギネス記録保持者だよ、おーね。やるぞー。よーし、こっからね、あいつにね、パン食わせますよ。おい、行くわ。食パン食ったわ。なんでお前そんな冷静に返すの、俺のこの必死な思いを。うんじゃないよ。うんうんって聞けよ。うどんなら13玉いけるな。でもツルトンタン3玉で全然お腹いっぱいになんなかった男だもん。あ、きついな。はぁ、ラスト。マジ帰ろ。やった。はい、あれあれやる、あれれれれ、うるせえんだよ。あれは違う、コートの時間がもうね、目いっぱいだった。あ、調整した、調整した。はい、言い訳です。だって俺は負けないと、やっぱね、言い訳です。途中ね、でももう沼にはまっちゃってた、あれは。あれは泥沼にはまってたね。まあ、このシリーズは、逆にどのスポーツでも何でもできると思うんでね、まあ、続けていきたいと思います。はい、ということで、本日も動画最後よろしくお願いします。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録やもろよろしくお願いします。よしたー。あっ。お腹いっぱいだわ。もう黙れ。これがもうだよ、食えよ。今の下りはすごい面白い。お笑いかと思った。